それでは3年女子 2000m リレー予選最終2組となります。白岩手第1星野穂乃香、第2鈴木桃井、第3高橋桃香、アンカー松沢ゆかり、青長野第1諸角穂乃香、第2百瀬まなみ、第3藤原瑠姫、アンカー藤森由衣。青年女子 2000m リレー予選最終2組がスタート。白岩手は第1走者星野穂乃香、青長野は諸角穂乃香。第1カーブを出ますとバトンは間もなく第2走者、バトンは第2走者、青長野は百瀬まなみ、白岩手は鈴木桃井。バトンは間もなく第3走者、バトンは第3走者に渡っております。先行します青長野は藤原美希、追います白岩手は高橋桃香。バトンは間もなくアンカー、バトンはアンカーに渡っております。青長野アンカーは藤森由衣、白岩手は松沢ゆかり。2チームがゴールいたしまして、青年女子 2000m リレー予選終了となります。ここで整氷を行います。タイムテーブル遅れておりまして、次の少年男子 2000m リレー予選は15分遅れの13時35分開始となります。